皆さんおはようございます。おはよう。Good morning, everyone. 本日はどんな本日は夢を見ましたか？皆さんはお夢は見ましたでしょうか？私は見てないです。もうぐっすり寝てたみたい。いや昨日本当に眠たかったらしく、あれ配信終わってからね、そう眠たくて、まあほら入ってこうスキンケアやってって言ってた。沸騰してた。カレーとか。もう残りのカレー。カレーだけ。ルーだけ。あ、そう、そして。でとか言って何の話したっけ。あ、そう、昨日ね筋トレをするの忘れて寝ちゃったんですよ。だからショールーム終わったら筋トレしようと思って。
ライスはない。うん、玉ねぎがうまい。ゆい見える？お母さん。バナナだけちょうだい。わ、こんな綺麗な色、めっちゃ綺麗な色じゃない？ミュ、よくミュ、ミュがさよく食べるのさ、結構色黒くない？カレーに何入れるんですか？なるほど。じゃがいも様、この卵、うん、ポークカレーいいね、ポークカレー。うん。釣れなかった。眠いよ。ドン。
エアポッツのケース1万5000円したわ、高すぎ。そんな高いっけ。あー、そういうこと。普通のなんか AirPods のケースのケースじゃなくて AirPods のケースね。 AirPods ね。そういうことか。それ高いわ。なんかそんな言うんし、なくしてない。なくした。シャインマスカット。シャインマスカット食べてないよ。ん？食べた？カレーカレー食べよう。冷凍販売ですか？荒木さんの？
食べたい？カレない。生姜焼き？あ、生姜焼き作ろう今度。ゆずキッチン。人コンテ。ハンバーグ。
今ムーズっていうねゲームの実況のやつ見てる。ゲーム実況よく見る。ごちそうさまでした。お上がりよ。そうま。お粗末。何か飲む水が飲みたい。めっちゃ取ってくる。よいしょ。ここが私のあのこたつ。よし、やるか。
誰かお部屋を作ってくださいお願いします。GOWSNF。 あと2人でーす。では実況します。私の状況を皆さんと把握してもらいたいので、なのでこのアモンガースに今ゲームで参加してる人はこの配信を見ないでください。ちょっとあと2人は集まらないかもしれないから、行っちゃえ。では始まってまいりました、アモングアスのお時間です。それでは私の役職を言いたいと思います。私の役職はエンジニアです。仕上げていきます。
当な時間にお仕事始めます。おお、適当だね。ほら、これ色々ローズって言うんだよ、この色。私も余裕で弁当入ってるよ。監視カメラでなんか食べてるところ発見したときはめっちゃ楽しい、おもろい。あー、食べたーってなる。結構あれだよ、終わった。タスク高速ミューナちゃん、緊急会議。え、死んでる？モンタが抜けた。タスク終わりましたよっていう報告です。あー、酸素室に肉あった。通報する前に会議が始まった。私左側からカフェテリアに行ってた。まあスキップで。みんなのキャラとかよく覚えよ。いや、全く覚えてないよ今。あ、
もう私はみんなのことをこう見守る係みたいな。めっちゃ監視カメラでみんな見るやんみたいな。おっとキジーさんちょっと怪しいよ、怪しい動きしてるよ今、だいぶだいぶ怪しい動きしてるよ君。ジージー結構怪しい動きしてますね。なんかなんか怪しいよこれ。追っちゃうよ、追いかけちゃいますよ。ニック死んだ、あかタスク終わったよ。おー、みんな終わってるね。ジジの動きが怪しい、動きが怪しい、怪しい。あとに、新たに、私新たについていきます。ハルタもちょっとなんかおかしい気がする。多分回線の問題だと思う、みんなが落ちちゃうの。待てー、いた、タスク勝ちできるでしょ、もうだって2人鬼にいるんだよまだ。中に Oh my god。
通信室タクス、タスク終わった、終わった。寿司さん、さっきも2つ残ってる、2つ残ってるって出ましたよね。変わらずですか？え？じゃあ嘘つくよ。やばい。回線落ちがちょっと響いてるかも。ナナさん。水色アート、ありがとう。え、よし、第二世代か、あ、ハルト。ほら、ちょっと見よう。いた。一人ぼっちがいる、あっちに。ぼっちがいる。ハルタンの動きももう挙動不審みたいな感じになってきます、なってますけれども。今ちょっとキジジさんがさ、死体の真横にいたんだけれども、それはそちらの方は食べちゃったのかな、君は食べちゃったのかな。
すいません、なんか濡れ衣だおだって。まあここで知事さん釣っちゃったら、まあとりあえず春たんも少し怪しいけど、打つのめんどくさくなった。どういうこと？診療室だって何？診療室、診察室だった。空と海が出会うところはどれを遠いの。ジジも診察室いたって。いつ？ハルタンが死んだ。まあだよね。タスクあと少しなのに誰？幽霊か。あと二人残って、二人残ってるから。
トシさんはなんで私なの？怪しいと思った？トシさん、キリジさん、マーキュークガさん、いやもうキリジさんとトシさんな気がする。おー仕事、あー仕事、行ってきます。あ、行ってらっしゃい、キャビス、行ってらー。やばいってこれ噛まれたら終わりだよ。だってか、押してよ。じいじは毎回どこ行ってんだよ。もう自分的にはジージかトシさん、黒いグレー。とりあえずじいじ行って次はキュー会議って押せなかった。マーキュリークーガーさんしか押せないの。もう。さやん。
そして、いやー、私さ怪しいけどな、ちょっと早くこれ押してよ、クーガーさん押して、またこの長い時を過ごすことになる。もういいから、停電とか停電とか行かなくていいから、もうてか一人いなくない？どういう感じなんか勝ったんだけど、え、なにどうなったん、どういうこと、いってらっしゃい、ゼントロ君、頑張ってね。タスク終わらせたのか、もうさ、もう早く終わらせてたでしょ、もうめっちゃ時間かかったやん、もうおかげさまで、よいしょ、誰がインポスターやった、最後の最後めっちゃがむしゃらになんかやってたね、サポめっちゃがむしゃらになんか、あーそうやね、だよね、ソウスケちゃんがいなくなったと思ったもん私もあれなんかソウスケちゃんいないと思った、一人いなくねってなった瞬間にタスクが終わったみたい、じじ仕事してやジージマジであれだよね、なんもせんよねなんもしないのにさ、いつもみーにさ、ちょっとジージ怪しいとか言われてかわいそう、はい次ネクストステージ、インポスター楽しいでしょ、わかる、インポスター楽しい、作って誰か、
仕事行く、行ってらっしゃい。待って、10人にしよう、10人で。今そんな集まらんと。待って、キジジ君も。おやすみなさい。おやすみ。QNKMBF。QNKM。固まったんだけど、私もう一回、もう一回やって。腕の向きなみが I like the hard to do I love super saga song。 I don't know what to be baby どれがたげいかにしょいがする。あれ？名前なんだっけ？おかん、入れん。入れた、やっと入れたんだけど。晴れた。
では始めてまいりたいと思います。参加してる人は来てください。ではいきます。今回の役職は誰になるんでしょうか。はい、今回の私の役職はクルーです。ダウンロード。ミミ素晴らしき可愛さ凄まじい。サンキュー。そうでもない。可愛い人なんて美しい人なんて世の中にたくさんいるからさ。なんか誰か死んでそう。大丈夫か。私これ見てもよう分からんのよね。仕事前だから参加できない。いいや、仕事終わったら参加しよう。じゃあ1,2,3,4,5,6,7,8,9。わからへん、何におるやろ。どれだけ早くタスクを終わらせられるか。ここしゃ、あの鍵になってきますから。結構平和な村でございます。今誰も死んでない。の、いやちょっと誰かおったな、分からんかった。うん、二人も死んでる。通信室マーキュリーさん、通信室おった気がする。通信室おった気がする、おった気がする。左側遺体。エンジニア、ニックンと。父の子さん、ニックン、エンジニア、オッケー。メモしよう。
わからん。どこで死んどったんや。保管庫めっちゃ早いな。最終左の ポンタとニックンは辞任してる？お互いのこと。ポンタニックン一緒にいた。ポンタニックンとサンシは ちょっとね隠れたところで赤を見失った。何してんの。
りっくん、りっくん、そうすけ、大志、あと何残ってる？かわいそうに枝すくやってるとこ後ろからぐさっとやられてしまったのね。かわいそう。もう3ポンタやり、緊急をして緊急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 をして緊急。伝われ伝われこの思い、この思い伝われ。これはもうじゃあだからポンタがインポスターだったからとりあえずソウスケ死んでる、とりあえずこれはモーさんしかいないよね。 OK 上がりー。モサしかいなくなっ、3人カフェいたのに。絶対モーさんだから。タスク残ってるねん。それはそうかもしれんけど。でも君しかいなくならなかったんだもん。カフェデリアから。
仕事行ってきます。いってらっしゃい、ふうさん。頑張ってね。ハートもありがとう。目に入れられてる。勝ち、うー、勝ち申しました。まあ目にかかればざっとこんなもんよね。かわいい、ありがとうございます。さすがでしょ。サーバー落ちたんだけど。はい、ネクストステージ。サーバー落ちした。銃で作るか、作ろう。銃でもいいけど。再入場ね、なんかさっき撃ったんだけど、なんか。よくわからん感じ。入れた。なんか私しかいないんだが。ああ、作ってくれたのね。YNKMBF。おー、危な。あ、始まりました。ドキさん、クルーです。
誰もやられてしまっております。ナビゲーション、マーキュリー科学者。おはようございます。まあとりあえずね、タスクをもう終わらせてしまわないと意味がないんで。あ、まだだ。私これめんどくさい。OK。なんかもっとみたい。守護天使が順調に殺されてる。つなこさんとマキュリーさん以外
皆さん払ったんポンタン、行くポンタンでポンタンで、オッケー、禁止ろ、歌やん。あんちゃんまたモーさんとかありそうやな。ハロタンかモーさんだな、これハロタンとモーさんなんじゃない、これニックンはなんか私ずっと一緒におったけ多分大丈夫な気がする。やばいやばいやばい、流して人道、そうだよディナーゲーム、
まずマーさん釣って、から誰か会議を行ってって感じで、これでハロタンじゃなかった場合は、まあ別にそういうのも大丈夫大丈夫大丈夫で、またそこでもまた会議を行ってもらって、ニックに入れたらいいから。オラインポスター王さん。終わらなかったら、ニックン釣ります。容赦ない門脇さん、めちゃめちゃ容赦ないんだけど、なぜバレたんだ。初歩あのですね、まず土の子さんと、まあ、誰かがエンジニアだったので、も多分そのエンジニアって多分殺されてるんだなって思って、でマーキュリークーガーさんは科学者って言ってたから、この2人は違うってなって、残ってたのが5人ぐらいだったんで、ね、6人か分からんけど、でミュー含めこの2人は違うから3人は違うわけじゃん。じゃああと3人になるんだけど、ニックンはさっきずっと私と一緒にいたから、ニックンは白だってなって、あ、じゃあもうこの2人だなってなったの。あいっていうだけ。じゃあみんなが死んでったから、バグってんだけど私。YNKMBF。 失敗かね。
ーマン今日から死ぬまでオーズンオーズンオーマン二人で落ちて、いや入らへんねんよ。私インポスターしたインポ。もうなんか見慣れた人たち、ほらもうゲームやりたい、やろうよ。一旦仕事行ってらっしゃい。アイス食べたい、アイス食べよう。めっちゃ好き、これこれ。じゃあインポスター一人にしてもらってもいいかな。いや一人で8人は無理だよね。今日から死ぬまで。さあでは始まってまいりました。いきます。門脇さんの役職はインポスターです。来ました、こちらインポマン、インポマンでございます。やばいやばい、サポ使われたぜつってね。
サポタージュ、間違えた。あっ、おっと、もう一人のインポマンがやってくれてる。おお、つつのこさん、だか、セキュリティールーム、あー、管理室、最終、トスさんもセキュリティにいたの？気づかなかった。これいけるんじゃない？だってこれ今同時に誰か2人食べた、結構もういい感じに。まあタスクで。が黒いから顔が白い。ういさてさて、あ、やばい、閉じ込められちゃった。 O2 のあれ、勝ち申しました。はい、勝った勝った。まあ、美味しかったよ。じゃあ2人は多かったやっぱ。あれでしょ、絶対みんなさ、私が怪しいってサポタージュめっちゃ使いきりでしょ。宗介もね、でも途中からやってくれてたよ。うまうま、うめうめえ。インポス1人にして、やりましょう。やりま。そうすけちゃんに打たれた。うわ、かわいそうに。ひどいね。オムライスも食べますよ。
モンブランアイス。え、ポケモンのダイヤモンドパールいつ出るの？いつ出るっけ？えいや。出たない。うん、はい、さて始まりました。第何回目なんだろうか忘れたけど、今回はクルーです。普通のクルです。おいしい、モンブラン。電気室。わし全然噛まれないわ。噛まれてもおかしくないと思うけど。これはハロタンだいぶ怪しいよ。決めつけは良くないんで。うん。トシさんと管理室でタスクしてた。トシさんとニック一緒におったよね。オッケー。
買いたい。ダイヤモンドパール。もちろんパール、私の大好きなパルピーがいるから。パルキアお姉さまが、もう少し、あと楽しい、これ。マーキュリーさん、あ、釣られたけどインポじゃなかった、かわいそうに。
トシさん、モーさん、トシさんとモーさんエンジニアじゃない、エンジニア、モーさんエンジニアって言ってたよね。ずっと付きまとってる。うん。ハロタンだこれ。ハロタンだ。これでニックンだったらやばい。終わり。この投票で終わるもんだって。自分にも言われてる。勝ち申しました。うまっ。うまかった。エンジン、エンジニア、二人だったよ。大丈夫に、マーキュリーさん殺されて。エンジニア一人で、確かにエンジニア一人にする。エンジニア一人で守護天使二人にしようじゃ。でも、ではゲームスターティン。いやっぱ8人で1人はちょっときついか。やっぱでも始まりました、クルーです。またクルーかよ。
オッケー。ハロタンが死んでました。どこ？最終原子炉、原子炉。父さんとモーズニくん、サーバー落ちしました。今あら、ひなのりくん、ひなのりくんも参加して。サーバー落ちしちゃった。私ここは？あ、よし、ルーム作った。
でも多分サーバー落ちすると思う。ちょっと新しいマップでちょっと挑戦してみようかなみたいな。みたいな。ではスタートしたいと思います。ゲームに参加してる人は私の配信を見ないでください。ではスタート。開始。今回の役職は科学者です。わかんねえ、なにこれ。あーすごい、あこう、あすごい、そういう感じ。すごい場所。サーバー落ちました。ダメだ、やっぱ私が作っちゃダメみたい。作るときに
今までさっきからずっとやってたマップザ・スキルドっていうところの隣のマップにしてください。隣を押してやってください。はい、ちょっと最後にします。次YBXRCF。 Last game。 あ、9人もおる。じゃあインポス2人にしてもいいかもね。2人にしましょう。始めちゃってソーリー。では始めていきたいと思います。ラストゲーム、私って引き強いのかしら。インポスターです。待って、ちょっと待って、マップが、あ、こっちか。やばい。食べちゃった食べちゃった。ソウ君食べちゃった。
どこって言っても分からんもんな。分からんけど。おいしかった、おいしかった。右さんのところ。なんかよくわからん、どんとこった。右下、通路、抜けた辺の部屋。一番左の部屋。発射台って何？うん。トレマスキップでタスクやりましょう。やりましょう。発射台最初のとこね。いや今日今回ね、仲間がモーさんなんですけど、モーさんちゃんとやってくれるかな。原子炉。ここだ。965000965。44448088。あ？あ、あ。ギリギリ。バルコニー、今私バルコニーにいます。お、二人も死んどるやん。どこ？二人だね。かゆかゆ。食べちゃった、食べちゃった。やられてました。隣のところ、原子炉の隣のところで。原子炉ってどこですか？どこですか？
カフェでありがとさんとすれ違ったが、マップが分からんのよな。そう、マップが分からんからさ、自分ここにいたよって言っても、ここってどこみたいな、カフェテリアにいたよ、カフェテリアってどこみたいな、原子炉、原子炉どこって感じなんだよね。自分がいたところはさ分かるけど、あーそこね、そこね、そこね、左？はい。なんだっけ、あれどこだっけ、48153、勝ちごめんね、食べちゃった食べちゃった、ごめんなさい、へへ。今回ね、あのモーさんがね、申し訳ないけどモーさんが相方だったんで、もしかしたらもうちょっと先般しちゃうんじゃないかなとか思ったんだけど、まあなんかみんな今回はね、やっぱマップがもうわからないから、うん、ゆうたんならしかたでそう、行きましたね、ももさん、食べちゃった、3人ぐらい食べちゃったそう、マップ分からんからね、そこはもうどうしてもしょうがないよ、どうしようもないもんって、ゆなちゃんとすれ違って死んでたから嬉しかったのに、え、いつ？いつだ？どの時だ？あと私、あのマーキュリーさんを殺した時、マーキュリーさん殺して、で、あの多分原子炉なんか2つ部屋が分かれてて、こっちの部屋にマーキュリーさんがいて、ま、こう殺したわけよ、殺して、でこっちにタス弁当があったから弁当に入って、弁当渡り渡りでめっちゃ遠いところまで出てきたんよ。でそこでた、あのトシさんとすれ違って、で、あ、トシさんだってなって、あとあのハルタンもいて、あ、ハルタンだみたいな感じで、こう普通の感じでこうすれ違っててみたいな。え、私すれ違ってないよ、ひろのりくんと。どこですれ違った？どこ、どこですれ違ってんの？私弁当入ってたのに、弁当ですれ違った、もしかして
狭い中、あようみたいな感じで、また下履いてないの履いてないわけないじゃないですか。あ、原子炉までの道のりでね。あ、まあ、そこはすれ違ったね。いたね。犯行が行われる前ね。いや、私ワンチャンひろのりくんを釣ろうと思ったの本当は。食べちゃおうかなみたいなすれ違った時に、あ、食べちゃおうかなと思った瞬間にひろのりくんの先にあのマーキュリーさんがいるなみたいになって、あ、これダメだと思って、まあ、普通にすれ違ってからのマーキュリーパクイってみたいな感じでした。はい、でね、食べましたよ。美味しかったですよ。いっぱいお肉食べれて、でもなんかちょっと色ついてるか嫌なんだよな今ちょっとソウスケちゃんとかなんか黄色だ、緑だったんだけど色、ちょっとなんか草の味しかしなかったインポスター当たったらね楽しいよね。はい、ということで、私の朝配信はこれにて終わろうと思います。いや今日もねちょっとありがとうございます。長い間付き合っていただいて楽しかったです、とても。またよろしくお願いします。わーおめめめ、今日は夜あのセトラブがあるのでセトラブまでお別れです。皆さんありがとう、またね。13位がみちゃん、12分31位たかさん、10位マッシュさん、9位ラマさん、8位クワシャさん、7位にっくん、6位ロコポコさん、5位ショウさん、4位ソウスケちゃん、そして第3位がフッサありがとうございます、第2位がポンタありがとう、そして今日の第1位がモーさんです。ありがとうございました、ありがとう。また夜に。